他のレクサス車とは一線を画すモダンなデザイン。レクサスに日常からレジャーまで対応可能なコンパクトクラスの SUV が登場しました。その名はレクサス LBX です。小さな高級車として扱いやすいサイズで、多くの人々の関心を引いているようですが、この車はどのような特徴を持っているのでしょうか 社名のアルファベットは L レクサス B ブレークスルー X クロスオーバーを意味し高級車の概念を超えてコンパクトカーのサイズのヒエラルキーを打ち破ることを象徴していますこれまで様々な高級車に乗り継いできた審美眼の高い人が日常でカジュアルに使える車をイメージして企画されたもので 小さな車の日常性があると嬉しい。小さくてもこだわりを持って、作られた車が欲しいという人たちの心を捉えるモデルとなるでしょう。外観は洗練された佇まいで、新時代のモデルであることを感じさせます。これまでのレクサス車は北米市場を意識した力強いデザインが特徴でしたが、 LBX は日本とヨーロッパを中心に販売されるモデルとして、深く彫り込まれたキャラクターラインや圧倒するような表情に頼らず、繊細な面で構成されています。ライト周りは先進的な機能性と柔らかな表情を融合させ、全体をモダンなイメージにまとめています。クールに乗りこなせる大人っぽいボディカラーが多いのも特徴です。 コンパクトな車でもディテールにこだわり、存在感があります。しっかり作り込まれた車が放つオーラは、まさにプレミアムブランドレクサスにふさわしいモデルです。ボディサイズは全長 4190mm、全幅 1825mm、全高 1545mm。この車の最大の功績は、 全高が1 5 5 0ミ、mm、リメートルに制約される。一般的な機械式駐車場に収まるサイズで設計されたことです。ルーフには突起物となるシャークフィンアンテナを使用せず、アンテナの機能性をボディに内蔵することでスッキリとした佇まいを実現しています。これにより低い全行を保ちながらもモダンなデザインを実現しています。 シンプルだけど上質な内装。車内に乗り込むとスマートで仕立ての良いインテリアが目に留まります。インパネ中央にはフラットパネルの9.8インチモニターが配置されており、最新式のカーナビやスマホとの連携機能が搭載されています。操作系については指先で操作できるタッチパネルに対応しつつも、 エアコンの温度設定やオーディオの音量スイッチは走行中に分かりやすいよう、物理的なスイッチを残しています。全席の機能としては、USB Type-C 端子が2つ設置されています。さらに、地域格に対応しているスマホであれば、ワイヤレス充電も可能です。センターコンソールの設計においては、 身長が低いドライバーがシートスライドを前寄りにした場合でも、しっかり肘を預けられるように配慮されています。これは、女性ユーザーを意識したコンパクト SUV、レクサス UX の、設計思想が受け継がれている部分です。アームレストを後方にスライドさせると、中に隠れていたドリンクホルダーが現れます。 上質な本革やウルトラスエードを用いたシートは、ドライブに最適な運転姿勢で座れるように設計されています。また、車の動きを感じ取りやすく、正確な運転操作がしやすい設計が施されています。エンジンを止めて車から降りる際には、電動シートが自動的に後方にスライドして乗り降りをしやすくするなど、 高級セダン並みのおもてなし機能が搭載されています。ユニークなのはドアを開けるときの操作感です。レクサス、NX などと同じ E、ラッチアウトサイドドアハンドル E、ラッチインサイドドアハンドルが採用されておりドアハンドルを大きく引かずに指を動かすだけで電気制御でアンラッチされ軽い力でドアが開きます。 このため、最小限の操作で済み、慣れると快適に使用できます。鉱石についても、前席同様に上質な素材が使用されています。実際に座ってみると、膝回りは余裕があるとは言えないものの、大人が座るには十分な広さがあります。座面の長さはしっかり取られており、 身長1 7 8センチメートルの乗員が座れる程度のヘッドクリアランスも確保されています。なお、シートの背もたれには引き出し式のアームレストはありません。鉱石用のドリンクホルダーとしては、両サイドのドアの壁面にペットボトルを差し込めるスペースがありますが、紙カップのコーヒーを置くとドアの開閉時にこぼれる可能性があるため、 注意が必要です鉱石の足元には USB タイプ C 端子が2つ設置されておりハイブリッド車のため AC100V1500W までの家電が使えるアクセサリーコンセントもありますこれは出先でコンセントが必要になったり停電の際に心強い味方となるでしょう自分だけの1台ができるオーダーメイド使用も また、ハイエンドなブランドを思わせる贅沢な取り組みとして、LBX には豊富なアイテムからカスタマイズが楽しめるオーダーメイド仕様の、ベスポークビルド、ビスポークビルドが設定されています。外装ではアルミホイール、内装の表皮色、シートベルト、シートの素材や、配色、ステッチと刺繍を4色点4種類から選ぶことができ、 自分好みに仕立てることが可能です。このプログラムには追加の費用がかかりますが、初期受注では予定の10倍のオーダーが殺到しました。そのため、後日改めて再受注が開始される予定です。気になる荷室の容積については、2WD で237リットル、プラスデッキした収納50リットル、 4WD で253リットル、プラスデッキした2リットルを確保しています。FF の場合、デッキボードを取り外すと、75リットルのスーツケースを2つ重ねて収納することが可能です。ゴルフバッグは、6コロン4の分割加藤式の鉱石背もたれを倒すことで、2つほど積み込むことができます。 レクサスのラインナップにおいて LBX は UX よりも1クラス小さいクラスに位置します実際にハンドルを握ってみると街乗りでスイスイ走れるサイズ感とハイブリッドがもたらす快適で低燃費な走りが特徴ですこれまで様々な車を乗り継いできた本物を知る人が元の自分に戻り 気負いなく日常で乗りこなす車として、レクサス車にこれまでになかった価値を提供してくれる車に仕上がっています。初めてレクサス車を購入する人はもちろん、ラージセダン LS やラグジュアリークーペ LC、ラージ SUVRX といった家族で乗る車の隣に、LBX が並ぶ光景も見られることでしょう。